はい、今回は酒を少し飲んで陽気なホックがお送りさせていただきます。はい、ホックです。で、今回はワーウィックを使っていくんですけど、プレスアタックですね。プレスアタック でワーウィックは敵に密着しながら殴り合うことが非常に多いので、まあ、プレスアタックが一番いいのかなと。で、アルティメットハットでアルティメットを発動できる頻度を増やすというビルド、違う、ルーンになっております。で、今回はあのオートカメラ先生に仕事をしてもらって、ジャングルの僕の視点だけではなく、いろんな人の視点を実況できたらなと思っております。よろしくお願いします。で、お互いにボットスタートですね。特に珍しいことはしていないですね。さあ、ボットのマッチアップがサポポッピー、敵がサポポッピーとドレイブン、こっちが MF とノーチですね。だからウォールイン、じゃあレーン戦自体は多分こっちの方が強いんですけど、相手の壁ドンが一回決まってしまったら、ちょっと相手のね火力の方が高いので、そのまま終わってしまうと。あとノーチのフックがポッピーに当たった際、多分こっちの方が不利なトレードになってしまうので、そこがきつそうですね。で、ミッドのマッチアップがカタリナと誰だっけ、ダイアナか。シールドがない時にカタリナがヘルスをどんどん交換できればいいなと思いきや、トップで早速キルが起こりそうですが、僕が介入してますね。さあ、ベイトをしている猿がベイトをしていて、で、フィアーが当たらないがしっかりとガブリとキルを取っていく。しかしキルを取られて一時交換。トップのマッチアップは辛そうですね。猿とフィオラ、猿の渾身の W からの QE みたいなのが EQ、 ちょっと猿使ったことないんでスキルが分かんないんですけど、それがフィオラの W でね無効化されるっていう展開が起こりうるので非常に辛そうですね。ほら、ヘルス交換も、あ、トントンだ、トントンですけどですけど、 CS もあれシス勝ってる。ちょっとこの実況の速度についていけない実況の速度というか、動画が実況ん動画に実況が追いついていないですね。そしてトップにガンクが決まって相手の1キルと、最初の方はきついでしょうね。で、相手のジャーバンがトップに見えたので、僕はこの間鳥をやってますね。鳥をやって岩を食って、で、敵はおミッドが止まって完全に遅れを取っています。遅れを取っていますが、ウルトの後のおお美しいからきっとここは止めたんでしょうね。ちょっと編集した時との時間差がちょっとあって、途中にご飯を挟んだせいで編集した内容を忘れていますが、さあ、ミニオンが多いぞ。ミニオンが多いが殴り合いますね。フィオラとサル、ミニオン、わあ、しっかりとキルを取っていくが、ミニオンが多かったせいでミニオンシャワーが痛いと。シャワーを気持ちよく浴びてしまったサル、無事絶命してしまいましたね。まあでも、あの実況で一時交換ならね、まだいいでしょう。いや、ただミニオンロストが痛いですね。トップはあれだけ押し込まれていた状態でキルを取られてしまったので、しゃあないなと。ところでしょうか。キル取れたんで、まあいいでしょう。トップはな、まあ、ボットは何も起こりませんね、基本的に。さあ、ここ。狼が E をつけてフラッシュで E を発動して相手を手前側に押し寄せてからの、カタリナのウルトからの僕がキルを奪うと。まあ、それはキル取るべきではなかったんですけど、まあ、ワンチャン逃げられるかもしれないので、手を抜いてはいけません。おお、ここキル取られていますね。ちょっと倍速にしすぎたせいで何が起こったかよく分かりませんでした。さあ、ミッドなのか、トップか。トップ、フィオラのウルトからの、そう、相手のジャングラーがトップで見えていたので、ここはカウンターガンクの形を狙っていたんですね。で、トップ同士の殴り合いは振りそうなんですけど、こっちはこっちでね、相手が EQ をする前に殺しきると。素晴らしい。そしてカタリナも寄ってくれていますね。で、カタリナが裏から回っていて、あとカタリナが後で顔を出してね、圧力をかけてくれるので、すかさずタワーダイブ。こっちもタンク気味、いや、タンク気味じゃないか、まだ柔らかいんですけど、サステインがあるので、そこまでタワーダイブは怖くないですね。非常にいい寄りでした。カタリナがね、確か今回ダイヤモンドの方だったので、いや、プラチナだったかな、どっちかだったんで。信じていりゃなんとかなるだろうっていう感じで動いてたんですが、ちょっとね、相手のジャングラーの位置が定かじゃない状態で仕掛けてしまって、キルを取られて、まあしゃあないですね。
でトップでフィオラがね一人でノーノーとしていて、でウルトがないっていう情報は聞いていたので、そのままムシャムシャムシャバーンと、素晴らしい。猿は殺されています。いつの間にか実況が完全に追いついておりません。お酒のせいにしたいですね。これはボットがバチバチやり合うが、キルは起こらないでしょう。ボットはちょっと不利気味ですね。相手に1キルプラス CS が、まあ、30か30ぴったりついていますが、猿が仕掛ける。仕掛けて電撃発動からの相手のウルト、そして猿もウルトがバチバチして Q で落としきると、素晴らしい。この辛さの状況からしっかりとキルを取っていて、ボットでも当たっている。相手が出回しを発動して、そのままタイムストップ、タイムストップってなんだ、発動しますが、ストップウォッチを発動しますが、逃げ切ることはできず、しっかりとキルを取っていく。カタリナ素晴らしい。しかしボットのタワーは折られると、ちゃんとカバーに回ってあげなかったジャングラーの責任と言えましょう。そしてトップが 1v1 に今度は敗れると。しかしフィオラはトップで一人で押してていいのかと。フィオラがねスプリットしたがった時にはやってしっかりと狼は寄れるんですね。そして 1v1 もう負ける気はありません。ウルトもあるので、相手はウルトないという情報が確かあったはず。いやウルトない、あウルト ありましたけど、相手は諦めた形ですかね。生きることは諦めて、そのまま昇天。そしてボット、ノーチラスが仕掛けていって、カタリナが寄っているぞ。カタリナが寄っているが、ノーチ、そしてウルト、カタリナがイグゾーストをかけられている。イグゾーストの下では火力は出せないと思いきや、一人しっかり落としていく。そして相手のダイアナもしっかり寄ってきていて、ここは落としきれるか。最後にせめて1キル取れない。いやージャングラーが来ていましたね。ジャングラーが来て、こっちのジャングラーも来ていればなんとかなったんでしょうが、相手の青バフを取るのに集中しておりました。何をやってるんでしょうこのジャングラーは。そして猿がタワーを折れた後のそこら辺でフィオラに仕掛けているが、まあ、フィオラもどうせ 1v1 なら勝てると思い込んでいて殴り合うが、この位置でさっきヘラルドが取られていて 1v1 なわけがないと、しっかりとキルを回収していきます。そして猿を守ることにも成功してましたね。今のは素晴らしい。自画自賛していきましょう。さあ現在金額差がギリギリ勝ってるぐらいですね。400円500円ぐらい。加速に耐えられない。耐えられないってなんだ。そしてミッドタワーがヘラルド、先ほど取ったヘラルドによって折られていきますね。そしてボットで何やら戦の香りが。フックに対してはしっかりとパーリーを決めているが、こっちは4人、そしてなぜか後から来たワービックが来て、5人でのタワーダイブが成功しました。ワービックは何もしていません。そしてミッドのタワーが危なかったところに TP で帰った猿がウルトをぶっ放したもののしっかりと殺される。これはかわいそうですね。ワービックがボットに来ないでミッドのフォローをしていれば、あの事故は起こらなかったでしょう。そしてボットに ADC 一人でいたところにフィオラがウルトで襲いかかる。 1,2 と弱点をどんどん狙ってて、3つ4つ目でしっかりとキルを取っていくが、もう味方の寄りが凄まじい。一人をキルしたもののフィオラはしっかりと刈り取られていきます。そしてじゃあ岩を送ってる J4 先生に、こっちのカタリナ先生がしっかりとなんだ、しっかりと何をしたんだ。日本語が話せていません。そしてトップではポッピー対ノーチラス対ワービック、そして TP でフィオラが来てますね。さあトップとボットで同時に当たっているが、ワービックは今強いぞ。しっかりとノーチラスがキルを取っていって、でボットではサルとカタリナのダブルアサシンコンビによってしっかりとキルが発生している。そしてスローをつけてからのざっくりと、素晴らしいですね。もうワービック8キル持ってるので、何、おっと生きったサルがタワー下にて殺されておりました。いや生きってはいないんでしょう。今のはシャアなし突撃だったはずです。確か全然実況が追いついていません。もうちょっと倍率を、加速の倍率を落としておけばよかったと後悔の念が拭えませんが、ワービックはこのまま
タンク装備でいきますね。おそらくライジャスグロリーを積むでしょう。しかしライジャス積む意味は果たしてあるのか。いや、相手のドレイブンが育ってなくはないのでありでしょう。そしてこのドレイブンに対してウルトで突っ込んで、カタリナが、そしてサルがケツを引っ付いていくと、でカタリナはあえなく絶命。しかしサルがしっかりとキル回収している。素晴らしいですね。サルは今回プリメです。サルとノーチがプリメですね。猫が鳴いている。そしてトップフィオラがね、スプリットしてるところにはもう僕が必ず行ってるのでね。フィオラはもうスプリットプッシャーで有名なチャンプですが、そんなスプリットプッシャーよりもレベル差がね、にあったので、今そうですね、レベルファームをしまくったおかげもあってもうレベル差がすごいですね。そしてここのジャングルのレベル差もある、レベル差もあるが人数差はあるぞ。人数差があって敵のボディが痛いですが、ワービックのサステインを舐めないでいただきたいと。ガンガンと回復していくが、ウルトでも回復していくが、これは辛いんじゃないか。さすがに壁ドンを食らってしまって、そのままドレイブが合流。さあ E をつけて、少しだけアーマーをもらったおかげでギリギリ生き残って、そして味方のキャリーが追いつき、しっかりとキル回収してくれている。素晴らしい。今のタンク冥利に尽きるといった形でしょうか。敵が散々スキルを吐いた後にね、もうそしたら味方は余裕やろうと突っ込んでくれています。そしてワードを差し間違えたのか、一体どうなっているんだ今の今のピンは何だったのでしょう。全然追いつけていません。追いつけていないが頑張りますよ、頑張りますよ。で今回青バフをね、カタリナだったんで僕がガンガン食えたんでね、そのままジャングリングを継続することが非常に容易だったのでそのおかげもあってずっとね、敵のジャングルにも容易に入っていけたので、こんだけファーム差が生まれてますね80ちょっとぐらい。とリップノイズがすごいですね。お酒のせいということで勘弁していただきたいさあ相手の、そうですね、フィオラがこの時点でなんか一回回線が悪かったのか落ちてしまって、でボットの 1v1 とバロン側の 4v4っていう形で睨み合っていたんですけど、この時点で帰ってきましたね。帰ってきてサルがもう 1v1 レベル2差あるので余裕でしょうということで突っ込んでいった時に、もうこっちもいけるやろっていう雑な感じで当たりにいっています。さあノーチが服決めて、カタリナのウルトがとんでもないダメージを出していましたね、広範囲に。あれウルト上がるの早くない？昨日さっきウルト打ってた気がするんですが、まあ、パッシブで早くなっていたのでしょう。さあ味方のカタリナのおかげで、カタリナとサルの連戦はきつそうだったんですけど、まあそこはね僕がフォローを入れたりとかしたおかげでね、あと相手のジャングラーが割と腐っていたので、そのおかげもあって味方のキャリーが仕事をして、まあボットには全然いけなかったんであれだったんですけど、そうですね、そのおかげもあってしっかりと勝つことができました。素晴らしいですね。ここはカタリナさんが、カタリナとワーウィックに賞賛あげたいところです。僕もね、回復した体力がすごいのでね、受けたダメージもがしっかりとタンクできていたので、ちゃんとバックラインとフロントラインしっかりしてたのかな。うん、でアサシン2人が相手の ADC を暗殺するみたいな展開にできたので、なんとか勝つことができました。はい、ちょっとめちゃくちゃね、今までにないぐらいグダグダになってしまっていたんですけど、今回はこの辺りにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。 See you.